真の悪事にしばかれる話。どうしてどうしてどうして小田はしばかれた。阿久津さんは小田さんに長い間いじられた。みんなの前で呼ばれたあだ名はハゲ。はい、それでは今回も対戦やっていきましょう。今回は戦国武将派です。お相手のパーティーはダグドリオ、サンダース、サーナイトだな。これは家康さんが刺さりそうかも。そうなのか。特殊型には滅法強いんだよ。なので家康さん先発で、あと全抜きエースの小田さん、最後に小田さんのサポートとしてホトトギス連れていきます。それでは対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。てかこの BGM で行くんだな。タイトルにしてるぐらいだし、いいかなって思って。さあ行ってこい家康。この家康はお盆のみです。お相手の初手はダグトリオ。これは最悪の対面だな。どうしよう。でも交代はできないし、助け潰しておきたいので怒りの前歯打っていきます。お相手のダグトリオはステルスロック。ややこまの助けが潰れるのは痛いな。まあでもややこまの場合は最悪追い風打ってくれればいいかな。なので気にせず行きましょう。大丈夫なのか。うちの小田さんの鉢巻きの力見せてやります。ということでここは不意打ちで行きましょう。おそらく倒せないけど、ややこまのアクロバット圏内に入れてくれればいいかな。不意打ち通ったか。ってことはおたちはここで仕事終了だな。抵抗ボイス、まさかの特殊型。来たー、これは家康大活躍の予感。よし、じゃあここはド忘れで特防ぐんぐん上げていきましょう。お相手のダグトリオはイバル。これはもしかして最強のオーダイル誕生するんじゃないか。確かに、特防と攻撃が上がった状態でバトンタッチできれば、いける。ということで自傷しないことを祈りつつ、ド忘れで特防を上げていきたいと思います。よし、自傷せず、ド忘れ成功。お相手の攻撃は、お相手はエコーボイス連打。全然食らわないな。そしてこちらはド忘れでどんどん上げていきます。そろそろいいんじゃないか。じゃあ不意打ちで。不意打ちが決まらずお相手は威張る。これは自傷したらかなりの大ダメージになりそうなんだが。でもサンダースのためにももう一回積んでおきたいんだよね。なのでここはもう一度積んでいきます。お相手はエコーボイス。全く効かないな。これで怖いのは威張る自傷だけど、うちの家康ならここでバトンで小田さんに繋いでくれるわず。お相手のダグトリオは威張る。ここで自傷すればお立ち一撃で落ちるんじゃないか。頼むぞ家康。バカ野郎、ここぞって時に。これは次のエコーボイスで落とされそうなんだぜ。ここでエコーボイスされたら終わるので、不意打ち打っていきたいと思います。お願いダグトリオ、攻撃してきて。さあお立ちの自覚は、君は天下人だよ、大丈夫だよ、このタヌキ野郎。ここでバトンできなかったのかなりきついな。でもお疲れ家康、ゆっくり休んでね。お相手はどっちにしても攻撃してきてなかったか。それではここはステロが痛いけど、ややこまでダグトリを倒していきたいと思います。さあ行ってこい、ホトトギス。このホトトギスは気合のタスキ持ちです。まあタスキは潰れてしまったがな。ではここはアクロバットでダグトリを倒していきましょうか。よしよし、これでダグトリオは突破できたんだぜ。これで問題はホトトギスが追い風張ってから、小田さんで2盾できるかだね。ハチマキ持ってるならいけるんじゃないか。どうかなー、まあタイプ1の滝登りにハチマキ補正がかかればかなりいけると思うんだけど、それにひるみの可能性もあるし。とりあえず追い風は晴れたっと。お相手のサンダースはエコーボイス。まさか攻撃技がエコーボイスだけなのか。できれば追い風のターンも考えて一撃で倒してほしかったなー。ここはサンダースのタスキの可能性を消していきます。ややこまはこれで仕事終了。これで残りのオーダイルに全てを託すことになったな。さあ行ってこい、小田さん。この小田さんはこだわりハチマキ持ちです。それではここですが、もちろん滝登り打っていきたいと思います。なんで噛み砕く打ってるんだよ。ガチで押し間違えましたー。バカ野郎ー。しかも倒しきれない。あれー、おっかしいなー。お相手は反撃のエコーボイス。さすがに耐えてくれるよね。ここは耐えたが、次のサーナイトで積んだだろ。いや、もしかしたらエコーボイス耐えるかもしれないよ。絶対ありえない。マリさんくん、天下の小田さんだよ、覇王だよ、耐えてくれるに決まってんじゃん。なら見せてもらおうか、覇王の力とやらを。サーナイトさん目がしてきちゃうんだー。そっかー。小田さん、頑張。お前目がした途端諦めただろ。おっと、防御ダウン。これはまだ勝ち筋が出てきたよ。はい、勝ち筋なんてなかったんや。それでは小田さん、さようならー。エコーボイスで来ると思ったらまさかの破壊光線。いやー、逆にすがすがしい気分になるね。それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。それでは2戦目やっていきましょう。お相手のパーティーは、ケモメ、ナマズン、ブービック、エテボース、ハッサム、ハリテヤマだね。
左上のポケモンに愛情を感じるんだぜ。それで選出ですが、お相手物理型が多そうだし、鬼火持ちの秀吉先発で行こうかな。あと安定の小田さん、最後にホトトギスで行きたいと思います。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういえばこの動画はシリーズにするか悩んでますが、ひとまず単発動画の予定です。最近シリーズ増えすぎだしな。そしてお相手の先発はブービック、物理型だとありがたいんだが。では行ってこい、秀吉。この秀吉は進化の奇跡持ちです。それではまずは交代されようがなんだろうが鬼火打っていきます。さあ秀吉頼むぞ。何外してるんだ、猿。お相手のブービックはトリック、これはこだわり系を渡してこられたら厄介なんだぜ。何持ってるのかな。放火炎玉か、これはアンコールでトリック縛れそうじゃないか。確かに、じゃあここはアンコールで行きましょう。トリックで縛れれば結果的に火傷入れれるし、一石二鳥だね。お相手は交代もなく無事アンコール入ったな。さあブービック、秀吉の大事な進化の奇跡をお返しなさい。そして火炎玉であなたは火傷するのです。これは彦猿いい仕事してくれてるんだぜ。なんか倍速にした時の秀吉怖いんだけど。あ、ここはステロ選択しています。お相手のブービックは交代せずトリック連打、また進化の奇跡取られたぞ。必ず取り返します。さてここですが、もう十分仕事したし、火炎放射打っていきましょうか。お相手のブービックは交代、奇跡が仮パクされた。出てきたのはエテボース。エテボースの特防って高いんだっけか。そんなに高くないイメージだけど、どうかな。おお、半分も入ってくれれば十分十分。ではここは火炎放射でどんどん押していきます。お相手のエテボースは猫騙し、耐えれるかな。うわ、急所とはいえ一撃とは、エテボース恐るべし。お疲れ秀吉、ゆっくり休んでね。それではここはさっきと同じ感じになりますが、ホトトギスから行きたいと思います。さあ行ってこい、ホトトギス。エテボースがどれだけ速くても、早手の翼には勝てないでしょう。ということでアクロバット打っていきます。お相手のエテボースは交代か、出てくるのはブービック。ブービックなら問題ないんだぜ。さあホトトギス、君の火力を見せる時だよ。ホトトギスのアクロバーっと、なんか想像すると笑えてくるんだぜ。まあ助け消費してないし、こんなもんか。ここだけど、お相手がもしトリックしてきてもいいように、剣の前打っていこうと思います。まあ火炎玉持ちじゃないからトリックの可能性は低いだろうがな。ここから意外とグダってしまったので、倍速かけます。お相手のブービックはサイコキネシス、特殊型だったか。でも次のアクロバットでブービック倒せるよね、ということでアクロバット打っていきます。さあ行けホトトギスー。うわ、切り耐えられた。お相手のブービックも火傷で倒れるが、ここでややこま倒されたのはかなり大きいかもな。でもハチマキ小田さんなら、頼むぞ、小田さん。お相手はケモメ、これは滝登りは打てなさそうだな。お願いなので電撃波とかやめてください。ではここは神砕くで行きましょう。頼むぞ小田さん。え、ちょっと硬すぎじゃない？この小田さん A に全振りしてるはずなんだけどなぁ。まあいいや、ここで落としてくれさえすれば。さあどうか。なんでだ、なんでこんなに火力が出ない。やけどしかなかったのが唯一の救いだな。でもここまで体力削られちゃうと、エテボースの猫騙しからの攻撃耐えれないんじゃないかな。どうだろうな、エテボースの努力値ぶりにかかってそうな気がするんだぜ。あの体力なら神砕くでいけるわず、問題はエテボースの猫玉プラス攻撃を耐えるかだけど。ここが勝負の瞬間だな。え、投げつける。王者の印、これは完全に終わったんだぜ。この体力のオーダイルじゃ絶対エテボースの攻撃耐えないだろ。お願い小田さん。あ、これあかんやつや。なに、気合のハチマキー。お前まさか。こだわりハチマキと気合のハチマキ間違えて持ってきてました。まさかのボンミスが功を奏すとは。だから今まであんな火力なかったんだ。何はともあれ勝ててよかった。それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。